この番組は積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りします。のりん中ちゃん、ふーん、ぼんやりしとるなお前は。うん、次に人さらいが立ち止まったら檻を出て一緒に逃げるんじゃ。うん、道に迷いなさんな、わしが手を握っとってやるけ。うん、なに？いや、のりかほくろかどっちじゃろか思って。やっぱりほくろじゃった。すずさん。すずさん、いつまで寝とるんじゃ。周作さん帰っとった。アジの干物と卵の雑炊、精をつけんさい。お母さん、私周作さんの夢を見たんです。そう、それで私夢の中で思い出したんです。周作さんの怖い頃のこと。そう、あれはきっとほんまにあったことじゃ。周作さんと一緒に人さらいの檻の中に二人で閉じ込められて、その檻を出て一緒に逃げたんです。すずさん、あんた爆弾にやられて頭がおかしいになったんじゃなかろうね。ほうじゃろうか。はいはい、頭がおかしいわ。前からちゃったか。お姉さん、ごめんなさい。アルミさんのこと、ごめんなさい。鈴さん、ちゃんと食べてね。周作さん、何遍もあなたの夢を見るんは、ひょっとしてあなたがもうこの世におらんからじゃろうか。あなたがおらんけ
私はもう自分がどこにおるんかわからんようになったわ。もう一度私を見つけてくれんかね、周作さん。入ったけ直しといた。あんたの嫁入りにと思うてね。ありゃまだノリがついとるよ、ほら。その人すずちゃんのこと知っとるんじゃって。誰じゃろね。心当たりあるん？こんなご時世じゃし、軍人さんが出征前に急いどるんかもわからんね。周作さん、私を嫁に欲しい言う人がおるのを聞いて、私が真っ先に思い浮かべたのはあなたではなくて、あの人のことでした。旅はどうも。ああ、いや、違う違う。わしは兄貴の七回忌に戻っただけじゃけ。あんたを嫁に欲しい男じゃったら家で待っとるよ。狭い町じゃけ、みんなもう知っとら。おうね。なんじゃ、わしが相手かと思ったんか。あアホじゃの。偉そうに言いなや。似合いもせん制服着て。おう、それなんなん。おばあちゃんが持たせてくれたんよ、嫁入りの着物。チートを見せてみ。綺麗じゃの。チートを羽織ってみ。ようにおとる。てつさん、家に帰るん？ん？ちょっと寄り道していかん？これから見合いじゃ言うのに、のんきじゃの。海が綺麗じゃけ。俺は嫌いじゃ。間抜けな兄貴が転覆事故なんかで死によってからに。じゃけ俺は海が大嫌いじゃ。
正月の宇品の転覆事故で江田島の海軍兵学校の生徒さんたちが犠牲になりました。水原哲さんのお兄さんの吉尾さんもそのお一人です。兵学校の生徒さんたちはお国のため、それが今では海軍じゃ。まあ兄貴の敵討ち中古とかいの。なんじゃそれ。怖い時のあんたよ。敵みたいに海を見よった。できた。演歌？うん。鈴。何？相手の人悪い人じゃのうたら一緒になれ。鈴はちいと足らんところはありますけ、お役に立つかどうかわからんけど、どうぞよろしくお願いします。おおですか。この子もちいと体が悪くて海軍に入りた時はびっくりしましたわ。今修作は呉の海軍で事務方の仕事をしております。私は軍工省に勤めております。そうですか。にこりともせん。うちは海苔を売っております。あれじゃあええ人か悪い人か分からんわ。しかし広島も帰りましたの。ここのお宅を探すも。こらすず、あんたも何しょん。すみません。北条周作です。浦野すずです。うやうやしく如来の尊前に光下を捧げ、両家親族縁者列席の。周作さん、私があんたと結婚し呉の北条家に嫁いだんは昭和19年2月のことじゃった。昭和16年に始まった戦争のせいで物資も乏しい折じゃったけど、お吸い物、巻き寿司、おにしめ、ちいそうっても鯛を揃えてちゃんとつつがなく祝うことができました。高砂屋、この裏船に月もろともにいでしおの波の淡路の島。やっぱりじゃ、そのほくろ。え？そのほくろであんたじゃとすぐ分かったんじゃ。
うちらどっかで前に会ったんですか？うん、会ったで、ずっと前にな。よう来てくれた。さんとこに来たい嫁さんかね。はい、そうです。おはようございます。おはようございます。おはよう。ありがとう。お母さん、座っとってください。おはようさん。おはようございます。お、きんぴらか。何をですか、切り干し大根ですよ。ん、あ、ほんまじゃ。おはようございます。おはようございます。おはよう。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃいませ。代用品です。あ、汚れようが。はい、上がり。すいません。しっかしほんまに左遷、ほんまに左遷ね。あんた広島の子じゃ言うけ、さぞかし垢抜けどろう思ったのに、第一みなりがなっとらんが。いつまでも娘みたいに様相で、なんでその次だらけのおもんぺは。これしか持っとらんので。作りな、今すぐ。橋岡君は収束なんじゃけんね。どうしたもんかね。無理無理、もう顔も見とうない。だいたいどうしても欲しい言うけ、嫁に行ってやったのに。あの人女遊びをちっともやめんのじゃけ。シュートもシュート目もあの人の味方じゃし。けど解消のある男の人言うんはそういうもんじゃないん。あんたももうちょっと辛抱できんのかね。おいでも。まあまあいいじゃないか、恵子がそう言うんなら。こんばんは。こんばんは。それ何？きれい。ほいじゃあ、これで晴美さんに巾着作ってあげようか。ほんまに？うん。はい、これ。
ありがとう。どういたしまして。どうしたもんかね。あのお姉さんにもんぺ作れ言われたんで。変じゃろうか。よう、よう匂うとるよ。ええんじゃないか。すずさんは絵心があるけ、もんぺも一味違うね。そうじゃろうか。なんじゃ、神の湯の嫁入りか。ご飯にしようかね。うん。まず米をよく煎る。そして3倍の水にてゆっくり炊き上げる。それ何？これ大根の皮とタンポポの根よ。いただきます。いただきます。スーさん、これ何のご飯？はい、南高飯です。楠木正成公が好んで食べられたいうことで本を読みながら作りました。どがなですか？うん、うん、どうかの？これを好んで召し上がる楠木公いう人はほんまの豪傑じゃったんじゃろうね。小がなご飯食べられたもんじゃらせん。私がこの家におったら秀作はまだまだ嫁なんぞ取らんでもよかったのに。なんでみんなこの人を小金甘やかすんじゃ。何をやらせても私の半分もできん小金出来損ないの嫁を。もし私が黒村の家で同じことしよったらどがなことになっとったか。稽古姉さんやめんか。姉さんが嫁ぎ先でされたことと鈴さんとは何の関係もなかろう。こっち来んさい。大丈夫じゃけね。あのほっとけ。あのお姉さん、あんたぼんやりじゃね。嫌み言われてもいじめられても気づかんし答えんのじゃね。けどそんなとこが秀作にはええんじゃろね。お姉さん、私秀作さんのことがまだよう分かりません。優しいしようしてもろとるけど、ほんまはなんで私なんかを嫁にしてくれたんかよう分からんのです。じゃけん何でも一生懸命やるしかないんです。秀作さん、私は安心したんよ。家におることが当たり前じゃのうて
私と同じようになんとなしに家いうもんに居づらい人がおると分かって、じゃけどそんな私に周作さん、あなたはずっと優しくしてくれました。鈴さん、周作さん、頼まれた帳面持ってまいりました。こうか、ご苦労。北条、いや今日は暑いの。ほいじゃあこれで。待ちんさ。はい、仕事はもうしまいじゃ。おいでもこの帳面は。急ぎでもないのに持ってこさせたんじゃ。鈴さんもたまには息抜きせんといけんわい。映画でも見て食堂で雑炊でも呼ばれようかいの。はい。どこもいっぱいじゃな。水兵さんばっかりじゃ。大きい船が着いたとこじゃろうか。ん？どうしたんな？あの小学校の同級に水兵さんになったんがおって、おうたらどうしよう思って。おうたらどうするんだ。あ、いえ、周作さん、どいてください。どいてください。周作さん、どいてください。大人3枚。はい、1円65銭です。はい、どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。大人2枚。申し訳ありません。前のでしまいです。申し訳ありません。午後3時30分の回は売り切れです。じゃあ行くかな。申し訳ありません。あ。あ。スズ、久しぶりじゃのう。こがのとこでお前何しとるんじゃ。北条周作です。海軍で陸自をしております。水原哲です。青葉に乗っております。すみません、久しぶりの陸で顔見知りに会うて浮かれてしもうて。こいつは狛江時から家が近所じゃったもんで。これ、よかったら二人で。いや、これは。ああ、どうぞどうぞ。いや、これはお国のために働いてきた方に譲っていただくわけにはいきません。おいじゃあ、悪いがいただこうかの。行こうか。おいじゃあ。元気でな。行こうか、スーさん。はい。スーさん。はい。わしの家に嫁に来てどうかな。お父さんお母さん皆さんに用してもろうてありがたい思ってます。ありがたすぎて夢のようです。これは夢と違う現実じゃ。わしと鈴さんのおる今が現実なんじゃ。選ばんかった道、選べんかった道、みんな冷めた夢と変わりやせん。終わったことじゃ思わんか。
少しは現実らしゅう思えてきたかの。夢のようじゃ。困るな、おじゃ。周作さんの選ばんかった道、覚めた夢、それが何じゃったんかを私は少しして知ることになりました。そっくりと今月の生活費合わせて25円。20円か。疎外に見よったら溶けてしまうわ。これでもうちの店は安うしとんじゃ。こた売ってください。一気今にお砂糖が150円ぐらいになって、キャラメル屋なんかも100円でも買えんぐらいになって、靴下ジャッと3足買うたら1000円にもなる時代が来るんかね。そんな国で生きていけるんかね。ほいでほいで、ここはどこね。一番近い電停はどっちじゃろうか。うちはここのもんじゃねえからわからん。母ちゃんに聞いてくる。スイカ？はい。キャラメル？はい。迷子？はい。大人じゃのに？誰も帰り道は教えてくれんし、女の人はみんなええ匂いがするし、ここは竜宮城かなんかですかね。ここらの人はみんな不安ないなけね。ほとんどの人がよそ者じゃし、この町から出たこともないし。そうですか。なあ、これにキャラメル書いてくれん。紅筆しか持っとらんのじゃけど。ああ、ええですよ。上手なね。あ、他にもなんか好きなもんがあるんじゃったら言うてください。ほんま？それじゃったらわらび餅にアイスクリーム。アイスクリーム知らんの？アイスクリーム甘うてひようてウエハーがついとって。ウエハー？カフェに行ったことない。ああ、今度調べて書いていきます。ええよ、こんなところにさいさい来るもんじゃないが。どっから来んさった？長野木です。おお、
長野来ちゃったらその筋を郵便局まで降りて弁天に乗って二つ目じゃ。ありがとうございます。上手な絵じゃ。これうちの宝物にするわ。遅い。どうせまた帰りしなに迷っとったんじゃろう。すみません。どうせ遅なる思うて晩の支度私がしたわ。早くお着きんさい。あの皆さんで先済ませてください。うちは食欲がのうて。そういやスズン最近食が進まんね。どうしたんだ。あ、あ、え、うちのことは今日は稽古にやってもらうけ心配せんとゆっくり見てもらってきんさい。ちゃんと紹介状持ったな。はい。帰りしなに闇市で精のつくもん買うてきんさい。魚とか卵とか。はい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってまいります。ねえ、ズ姉ちゃんどこ行くん。知らん。黙っとれんさい。この間も。ほんまに持ってきてくれた？うわ、ありがとう。はあ、美味しそうじゃね。病院に行くついでがあったっけ。病院？どっか悪い？赤ちゃんができたか思って産婦人科で見てもらったんよ。それで？できとらんかった。栄養不足と環境の変化で月の巡りが悪いんだけじゃと。ああ、ここにもそんな人を呼んでよ。羨ましいわ。脱脂綿やら布どころか髪も貴重なしね。まあそうじゃね。前でもみんなも楽しみにしとったのに。うちの母ちゃんはお産のたびに歯が減ったよ。痛いしお産で死ぬ人もおるよ。ほいでも楽しみかね。怖いことは怖いけど、でもほいでも男の人はみんな戦地で必死じゃけ、こっちも義務は果たさんと。義務？出来のいい跡取りを残さんと。男が生まれるとは限らんが。男が生まれるまで産むんじゃろ。出来がいいとも限らんが。この場合は予備に何人か。あ、でも子供はおったらおったで可愛いしね。ほうじゃろ、何のかんの言うて支えになるし。困りゃ売れるしね。え、女の方がタコ売れるけ。跡取りが少のうても大丈夫じゃ。世の中産もうできとる。なんか悩むんがアホらしゅうなってきたわ。そうか、それよかった。女でも売られてもそれなりに生きとる。うちを見んさい。誰でも何かがちーっと足らんくらいでこの世界に居場所はのうならせんよ。ほうじゃね、ほんまに。うちなんか小学校も半年しか通えんかって、カタカナしか読めんもん。お、おいじゃあ
名札書くんも屋根こいね。そりゃ大丈夫。ずっと前に馴染みのお客さんが書いてくれさった。布に書いたら擦り切れんじゃろって親切にな。凛さんか。ほいじゃうちも遅ればせながら自己紹介を。すずです。よろしゅう。白木凛です。あおい、早こっち来んかい。ここまでは積水ハウスとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。よう見てみ。私はあの人の代用品ですか。ここからは三月花王とご覧のスポンサーの提供でお送りします。ここに止めるわけにはいかん。ずっとここに。これこんにちは。お世話になります。ああ、よう来たの。難儀じゃったろ。こんにちは。ああ、どうも。はい、どうも。兄さんすみませんね、大して価値のあるものもないんじゃけど。いや、それより町場の方は空襲も戻ってきて心配じゃろ。あ、毎日家が焼けても荷物があると助かるけ。屋根裏と納屋に分けてしまおうか。えらいね、お手伝い。小国民は英語でお手伝いするよ。すずさん、それ奥へ置いとって。はい。お父さん、寝転がっとらんで。お茶ですよ。ええから、ええから。交渉勤めがきついで疲れとるんじゃろ。すずさんもお茶にし。お母さん、これうちのですか。荷物の中にあったんじゃけど。おお、見たことないね。ねえ、うんうん、あんたのことじゃけ自分の花嫁道具を忘れとんじゃない。そうじゃろうか。すずさんはええ嫁さんじゃねえ。おおらかなし、よう働いてじゃし、何より秀作が明るうなった気がするわ。一時の気の迷いで変な子に決めんでよかったが。お姉さん、そうじゃねえ。色町に売られてった娘に跡取りがいつまでも未練残しとってもいけんしね。稽古。お、飛行機雲じゃ。飛行機雲は航空の大気が寒冷かつ多湿の場合、
飛行機の排気中の水蒸気が凝結して航跡に生ずる人工雲じゃ。あるいは機体の空気の乱れによって生じる場合もあるが、それはごく短時間なんじゃ。ほうじゃねえお父さん。屋根の上の布団裏返してきます。空気が圧縮膨張したり気流の渦の、布団裏返しに上がったらなんか降りにくくなった。あの、その茶碗じゃったら鈴さんにやる。使うちゃってや。嫁に来てくれる人に思うて昔こう取ったものじゃ。ええんですか。ありがとうございます。うち林道の柄好きです。馴染みのお客さんが書いてくれさった。長野家じゃったらその筋を郵便局まで降りて電停に乗って二つ目じゃ。選ばんかった道、選べんかった道、みんな冷めた夢とは変わりやせん。白木凛です。周作さん、私はあの人の代用品ですか。いってらっしゃいませ。いらっしゃいませ。そんなことを聞きとうても聞けるもんじゃなし。今日はあったこうなりそうじゃの。そうじゃの。私を見初めたいう話はやっぱり嘘じゃったんじゃろうか。私はこの家におってえんじゃろうか。やっぱり代用品はさえんねえ。いや、このネギの代わりに刻んだおみかんの皮。まあまあ贅沢は敵じゃ。スーさん、見てみ、あれがヤマトじゃ。ヤマト。東洋一の軍港で生まれた世界一の戦艦じゃな。よう見てみ。人が見よるけ、先に帰ってご飯の支度しおります。
さん、どうしたん？ハルミン、学校行きとんな。ほいや、この春から1年生じゃったね。なんで行きとうないん？先生、恐ろしげなし、友達もおらんもん。大丈夫よ、はるみさんはおとなしいけ、先生も叱れやせんよ。けど、もらうた教科書、こんなじゃし。大丈夫よ、お姉さんに任せんさい。わあ、綺麗じゃね。こんな絵いらんよ、子供みたいな。ほうですか。ほいでもうち、お姉ちゃんの絵好き。おお、ありがとう。おお、わしも手伝ったのか。赤い赤い野菜。ああ、買い物に行かんと。近頃あんた、はるみとばっかりおるね。子供とる方が気楽かね。いえ。凛さんはね、14、15の頃にうちの近所に越してきて、周作と仲良しよったんよ。家が貧しゅうて、足らんもんがいろいろあるんを周作がようかぼうてやっとったわ。そうですか。色町にあの子が売られていってからも時々気にかけて顔見に行っとったんじゃね。大丈夫です、お姉さん。もともと四つも上じゃし、男の人はいろいろあるんじゃろうし。キリンさんはそんな人はおらんよ。リンさんならまだ泊まりの将校さんについとるじゃ。あんた討ち入りに来たとやろ。いえ、違います。あつ、ちょっと待っとって。そう。やっこいの。そのお茶碗、凛さんに持ってきたんです。私からじゃ言わんと渡してください。よかよ、きれいかお茶碗たい。その手。ああ、大したことなかとよ。若い水平さんにくくられて境川に飛び込んだだけたい。なんや、切羽詰まって気の毒やったと。
この頃はそげな兵隊さんが大勢おるとよ。防空壕行かんと。大丈夫じゃ。遠いけ。じゃけど。ここにおれ。ここにおれ、鈴さん。ずっとここにおれ。南方では補給もなしに戦場をさまよい歩いてる者もおる。肩にはならない草の海、兵の命を粗末にして。お父ちゃん、この戦争はいかんかもしれんの。それをお前が言うたらいけんの。ひもじゅうてもつろうても、鈴さんはやりくりして耐えとる。負け前を思うとる。さんも稽古もじゃ。お前が一番先に諦めたらいけん。そがな頃です。鉄さんが突然金さったんは。よう頑張っとるの。運んじゃろうか。よいしょ。何すんねん。すまんすまん、間違った。鉄さん、ここらまだ井戸なんじゃの。うん、ほいでも水道も軍優先で断水ばっかりじゃ。おいで。今日はこの辺へ用事なん。すずに会いに来たんじゃ。なんね、気色悪い。さて、風呂に水も張ったし、今晩はすずんちへ世話になるかの。心配すな、米なら持っとる。分かった、頼んでみる。水原哲です。青葉の上院です。青葉言うたら従順洋館ですね。今日は入島上陸ですか。入島上陸って何。軍のお船が港に寄った時にお風呂に入ってらっしゃい言うて水兵さんに出るお休みじゃよ。で、すずさんとは同郷。ええ、皆さんにはすずが世話になりおります。こいつは昔から絵を描くことぐらいしか取り柄がのうて、ここじゃ物の役に立たんじゃろ。まあ遠慮の言うてくださりや連れ帰ったりますけ。キザも大概にし、すずすず呼び捨てしくさって。じゃあどう呼べやええんか。昔からそう呼んどるじゃろうが。ほいでも、あ、すずさん、兵隊さんに乱暴は。すみません。極楽極楽。鈴も入るや。アホか、冗談も大概にしんさい。何をせき込んどる。うるさい。
あんたのせいで煙が立ったんじゃ。何がおかしい。おかげさんで、湯加減でした。青葉はどかなですか。マニラで被弾して、よう戻ってきました。勘なのに、活躍も沈没もせずじまいじゃ。同期もだいぶ靖国に行ってしもて、集会所へも寄りにくうなった。ほいで、ここへ来てしもた。死に遅れるゆんは散れるもんじゃの。水原さん。はい。今夜は父が夜勤で戻ってこん。父がおらん間はわしが課長じゃ。申し訳ないが、わしはあんたをここに泊めるわけにはいかん。ありゃ、哲さんは納屋の2階へ寝てもらった。ほれ、寒かろうけアンカーをつけた。あの人に持って行ってあげんさい。ほいで、せっかくじゃしゆっくり話でもしてきたらええ。周作さん、なんでそがなこと言うんですか。ええんですか。俺が最後かもしれんけやの。おお、鈴か。うちん人がこれ持っていけん言うて。これはええの。すず、寒いじゃろ。足で。ほうじゃ、お土産。ね、詐欺じゃ思うが、海の真ん中でおだけの。待っとけよ。はい。ないもんじゃ。はあ、でもない。しばらく免許よくけんわ。おうか。エヴァにはようけおったのにね。こんなじゃった。
ぬくいの。やばいの。長いこと待っちゃった気がするけど、今はあんたがこうして来てくれて、こんなにそばにおるいうのに、うちはあの人に腹が立ってしょうがない。あの人が好きなんじゃの。普通じゃの。スズ、お前はほんまに普通の人じゃ。四つ上かいの周作さんは。死んだ兄ちゃんと同い年じゃ。のすず、わしは兄ちゃんが死んだけ代わりに海軍志願兵になった。これはまあ当たり前じゃ。軍人は命を懸けて戦うもんじゃ。当たり前の務めじゃ。ほいでもヘマもないのに上官から叩かれたり、逆に軍人言うだけで兵こらされたり、そがなことはちっとも当たり前に思えんかっての。いつからわしは人間の当たり前から外れたんか、ずっと考えよった。じゃけ鈴が普通で安心した。鈴、お前だけはずっと普通でおってくれ。わしが死んでも一緒くたに英霊にして拝まんでくれ。笑うてわしを思い出してくれ。哲さん、それができんようなら忘れてくれ。よかった。鈴が普通でよかった。それが昭和20年のまだ早い春のことでした。
そしてすぐに花の季節がやってきました。ここまでは三月花王とつけてあげようか。日本中どこがセンチなってご覧のスポンサーの提供でお送りしました。センチやらされるんじゃろ。綺麗だね。ほんまだね。これも綺麗だね。あ、本当だ。ありゃ。すずさん。こっちじゃ。リンさん。久しぶりじゃねえ。うちは慰労会でお得意さんとみんなと来たんじゃけど、退屈じゃけん逃げてきたんよ。すずさんは？うちは家族一人で。ここはええ眺めじゃよ。ちょっとこっち来。な、ええ眺めじゃろ。ほうじゃねえ。すずさん、目につけてあげようか。え？これ、てるちゃんの目にないよ。てるちゃん？ほら、水平さんと境川に使った。ああ、あの人、風邪治り去ったんかね。死んだんよ、あの後、肺炎を起こして。雪も溶けんうちじゃった。あんたの描いたアイスクリームの絵を見てずっと笑うとったよ。幸せそうに。リンドンの柄のお茶碗使うとるよ。ありがとう。あれは知っとる？空襲に遭うたら綺麗な死体から片付けてもらえるんじゃて。うちもそれ聞いて紅だけはいつもつけとる。人は死んだら記憶はのうなる。秘密はなかったことになる。寂しいとは思わん。うちはそれで好きな人の思い出と一緒に死ねたら本望じゃ。それはそれで贅沢なことかもしれんよ。綺麗じゃよ、すずさん。ありがとう。ほいじゃあね。子供じゃあるまいし、あんた一体何遍道に迷ったら気が済むねん。すみません、あの久しぶりにお友達に会うたんで。うちが重箱全部持って帰ったんよ。まあまあ恵子、あんまり怒ってばおったらシワが増えるけん。お母さん、さて風呂にでも入るか。もう友達に会うたんか。はい、わしも会うたよ。
久しぶりに。その人がな、笑うとって安心した。うちも安心しました。周作さんが笑うとって。周作さん、昭和20年のそれが最後の明るい日じゃったような気がします。それからまるで空が急に陰ったように、昼も夜も空襲に怯え、警報に怯える暗い毎日に私たちは入っていきました。呉の町にもいよいよ空襲が始まったのです。あれは焼夷弾の音かね。焼夷弾って何？エレクトロン焼夷弾かもしれんの。エレクトロンはマグネシウム 85% 以上にアルミニウムや何かを混ぜた結合金、中にテルミットの添加剤が入って爆発するんじゃが、テルミットは酸化鉄がアルミニウムによって還元される過程で高温が発するんじゃ。燃焼温度は摂氏2000度から3000度にもなるけ、燃えとる間は水や消火剤をかけても消すことができる。お父ちゃんの科学話は止まらん系の。ごめんね、鈴さん、逃げ場がなくて。しゃべるって本来に持ち出すにはいい方法じゃ。5日午前10時ごろ、 B29 延べ100機が広島地区に侵入。広工省及び11航空省の工場の一部に被害あれど、日本の衛生は極めて軽微なり。周作さん、よかった、ご無事で。お父さんは？わからん。でもラジオで言うとるんとは違うて、ヒロの交渉はどっちも壊滅じゃが、今夜お父ちゃんが戻らんかったら覚悟せんといけんな。その夜お父さんは戻ってこんかったんです。しまうけね。この前も軍工省あたりがえらい空襲じゃったね。こっちまで来そうでヒヤヒヤしたわ。流れ玉が朝日遊郭のあたりにおったんじゃって。戦地で死なんと遊びに行って焼かれた兵隊さんは面目ないわね。そうじゃね。あのおったって朝日遊郭のどのあたりな？
帰りなさい。早かったんですね。何なんですか？軍服じゃ。今度ホーム一等兵曹になった。来週から海兵団で軍事教練を受けることになる。三月は戻れ。その後はどうなるんですか？文官から武官に肩書きが変わるだけじゃ。心配いらん。おいでも武官になったらことによったらそのまま戦地へやらされるんじゃろ。先のことは分からん。じゃけど今は日本が国を挙げて戦うてる時じゃ。今から先は日本中どこが戦地になってもおかしくない。大丈夫かの鈴さん。小貝に細うて頼りのうて、わしも父ちゃんもおらん家を守りきれるかやの。無理です。絶対無理。嘘です。うちはぼんやりじゃけ、三月回わんかったら周作さんの顔を忘れてしまうわ。そがな時でも周作さんに見つけてもらえるように、この家であんたを待っております。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃいませ。鈴さん、周作さん、そこまで送らして。ほうか。一緒に行ってほしいところがあるんじゃけど。双葉館の白木凛さん、無事かどうか心配じゃけ。せーの。取るじゃろう。そこの二つ目の角左じゃ。自分で行って見てみ。Thank you.
死んだら記憶はのうなる。それはそれで贅沢なことかもしれんよ。アメリカさんは銃も大砲も持っとるんじゃけ。ほいでもうちはうちにできることをやるだけじゃけ。ほいでもせんとお国のために戦おうとる周作さんや戦地の兵隊さんに申し訳が立たん。すずさん、結構お父さんが生きとって海軍病院でおってて。海軍病院。お父さん。いや、心配かけたの。爆撃で頭をやられて長いこと意識がのうて、名札も爆風で飛ばされて身元がわからなかったんだ。命があって何よりです。ちょっとええかの。ヤマトが沈没したがな。ヤマトが。そうですか。疲労交渉も閉鎖したし、海軍自体が陸軍に吸収されるいう噂もある。いよいよ恵子、黒村のご両親方へ頼んで晴美を疎開させてもらえ。下関言うても郊外じゃし、向こうの方がなんぼか安心じゃろう。嫌じゃ。別れた夫の親に何で頭を下げんといけんのねん。晴美のためじゃ。次の空襲は町場を狙うてくるかもしれんぞ。すずさん、私まだ話があるけ、あんたは先に帰っといて。晴美のことよろしゅう頼むね。はい。お姉ちゃん、この花何？これはね、みそはぎ。じゃあこれは？これは河原なでしこ。家で押し花にしようかね。うん。もうすぐ終わるけね。母ちゃん、ほら、これ誰の手じゃ。お姉ちゃん。ほら、これは誰の手じゃ。お母ちゃん。ほう、じゃあお母ちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんもみんなついたりんさるよ。
お嬢ちゃんどうぞ。自転車の爆弾炎があるらしいで。おお、そりゃ怖いことじゃのう。お姉ちゃんも飲む？ありがとう。ありがとうございます。かもめの水平さん、はるみさん、私の右手、どこに行ってしもうたんじゃろう。あんたがついときながら、人殺し！はるみを返せ！返せ！両手と引き換えになら、神様はあなたを助けてくれたんじゃろうか。じゃったら両手はいらん、こんな体もいらん。すずちゃん、すみちゃん、広島に帰っておいで。すずちゃん、こんな体でここには居づらいじゃろ。あのな、すずちゃん、水原哲さんの戦死の後報が届いたんよ。聞こえとる？すずちゃん、
周作さん。はるみさんとつないだ右手、教科書の挿絵を描いた右手、てつんために絵を描いた右手、りんさんにスイカの絵を描いた右手、桜の木の下でリンさんとつないだ右手、南高飯を作った右手、大王多丼を作った右手、米を研ぎ洗濯をし働いた右手、周作さんを抱きしめた右手、いつ死んでもええ思うとんのに、なんで爆弾は私に当たらんのんじゃろうか。私はもう。何言うとん？置いていってください。許さんよ、死ぬなんて許さん。収束が帰ってきた時あんたがおらんかったらどがんするんじゃ。7月1日に呉の市街地を襲ったその空襲で1817人の人が亡くなったと後になって聞かされました。そして8月6日なんじゃろね、あれ広島に落ちた新型爆弾じゃったんよ。広島？破骸に大きな音がしたのに。じゃあ救助に広島に入っとったけど、いやひどいもんじゃったよ。北条さんの嫁さんが来とるじゃろうが。ほや北条さん、お元気になられて。はあ、おかげさんでだいぶ上です。はあ、それではね、はあ、それでは玉音放送配置をいたしましょう。近隔世界の大勢と帝国の戦場とに鑑み、非常の措置をもって自玉を収集せんと欲し。
巨国一家子孫相対固く信州の滅を信じ任を目して道東京を思い総力を将来の建設に傾け道民を厚くし思想を固くし誓って国体の成果を発揚し世界の支援に遅れざらんことを基礎でし何時新民それよく鎮和用大勢よ負けたいいうことかいの終わった終わった新型爆弾落とされるしソ連は参戦するしかなわんわ終わるよりしゃあないわそんなん覚悟の上じゃなかったんかね最後の一人まで戦うんと違うたんかねすずさん今ここにまだ何人もおるのに左手も両足も残っとるのにうちはこんなん納得できん私も知らんまま死にたかったわ正義だの言うて暴力で押さえつけとったいうことじゃじゃけ暴力に屈するいうことじゃもう大丈夫なん？はい、おかげさまでもうすっかり広島は全滅じゃ言うけど自分の目で確かめてみんことにはそれに家族も探さんといけんし手伝うてあげれんでごめんねご家族に会えたらよろしゅうねはいじゃあすずさん、あんたもう帰らんつもりじゃろ。この家を出よう思うとるんじゃないん？こうした方がええんじゃないかと。手が動かんからね。晴美が死んだからね。晴美のことは
あんたのせいじゃない。私はスイと人と別れた。子供にも死なれた。ほいでも不幸せとは違う。自分で選んだ道じゃけえね。その点周りの言いなりに知らん家へ嫁へ来て言いなりに働いて、あんたの人生はさぞやつまらんじゃろう思うわ。私はあんたの桜井どうともないけ、かえって気が紛れてええくらいじゃ。じゃけくだらん気兼ねなぞせんと自分で決めんさい。いつ出てってもええ。ここがほんまに嫌になったらね。凛さん、あなたは言うたね。誰でもちーと足らんもんがあるくらいで、この世界に居場所はなくならん。じゃけどほんまにそうじゃろうか。どこもかも壊されてしもうた町、帰る家のない子供ら、私もその一人なんです。ごめんね、あんたが知っとる子によう似とったけ。お母さんは？動かんようになった。お父さんは？一緒じゃねえ、うちと。わしも呼ばれようかいの。帰りなさい。家に帰ったら鈴さんは広島に行った言うんで、慌てて追いかけたんじゃ。追いかけにはそれっきりになるような気がしたけど、晴美のことは聞いた。
あんたのせいじゃない。うちは居場所がないんです。あの日爆弾が破裂した時、目の前に壊れた塀があって、その向こうに原っぱが見えとった。爆風であそこまで飛ばされとったら、そこがうちの居場所じゃったかもしれん。花が咲いて空が青うて、そこには広島の父さん、母さん、はるみさん、てつさん、りんさんもおる。好きな人の思い出と一緒に死ねたら本望じゃあ言うて、りんさんは言うとりました。りんさんは潔うて綺麗で、うちは一個もかなわんような気がするよ。働き者だけが取り柄じゃったのに、こんな体になってしもうて。それにうちがあんたを知るずっと前に、兄さんは。それは違う、鈴さん、覚えとらんか。この町でわしはあんたに会うたんじゃ。わしが遠で、あんたがまだこの子と同じくらいの頃じゃ。家の手伝いで海苔を売りに来て迷っとったあんたを、わしはおじさんの荷車で駅まで送ったんじゃ。行くの？うん。ああ、思い出したんか。うちはずっと人さらいのりか思ってました。なんちゅうぼんやりじゃ、スーさんは。鈴さん、わしが鈴さんの居場所になるけ、こらえてくれんかの。鈴さんがどこにおっても、わしは鈴さんを見つけるけ。ここへほくろがあるけ、じゃあもう離れんかってください。
さんとは一緒に笑うた記憶しかない。じゃけ笑うたびに春美さんを思い出します。桜の花が風に散るんを見ると凛さんを思い出します。大きな船が海を渡るんを見ると哲さんを思い出します。お父さん、お母さん、すみ、いろんな人の記憶の器となって私はこの世界で生きていきます。千鶴さん、食うとるか。はい。すず取ったるけな。すず、あ、そういえばいつから、え、いやいや、いつからかな。千鶴赤くなった。いやいや、昔っから呼んじゃったな。よいしょ。はい、ありがとう。悪いね、手伝おうかね。ええんですよ、座っとってください。そうかね、じゃあお言葉に甘えようかな。ええ。周作さん、ありがとう。この世界の片隅に私を見つけてくれてありがとう。